まあ、ミョンドンというところに来ています。目の前にユニクロがあります。누구야? 하지만? 行ってもバンタンじゃないですか。あらあらあら。ちょっと顔でかいね。で今日はミリオレがある5番出口、5、6番出口から。ちなみに地下はね、ミョンドンでも安いですよ。キンパ200円とか、おでん100円とかなので安いです。はい、皆さんこんにちは、ジンです。ジェイちゃんです。今日はですね、今韓国で、まあ、不買運動とか、まあ、政治を絡んでいろんな問題がもう起きていると今メディアから情報を把握して、まあ、いろんな方々もちょっと韓国で今旅行行っても大丈夫みたいなこう心配されている方も多くて、いろんなリクエストをいただきました。ちょっと今日予定にはなかったんですけど、ちょっと少しは時間を、まあ、使うことにして、皆様が主に行っているところ、まあ、何回も多分繰り返して行っている方もいると思いますし、初めて来ている方は必ず、まあ、寄るところって言っても過言ではないところですね。まあ、ミョンドンというところに来ています。でまず今日日曜日なんですけど、意外と人はまだ少ない方ですね。まあ、時間が早いので時間は少ないんですけど、まあ、中国の観光客はまあ結構多いですね。ただ日本の観光客は今のところちょっと見えないような気がしなくもないんですけど、これからちょっと歩きながら実際に見てみたいと思います。で、まず目の前にユニクロがあるんですね。目の前にユニクロがあります。ユニクロの中なんですけど、普通に人もいるし、売っている感じですね。特になんか不買運動しているとかっていう案内はないですね。ただ今冷房中だから閉めてくださいっていうぐらいの案内文しかない。ユニクロ。普通の日本のお客さん今通ってますね。でいろんなものを買って今移動してる。でいつものようにたくさんの外国人が今訪れています。トワイスの音楽流れてますね。あ、ここも今日本のお客さんですけど、普通に今観光を楽しんでいるようです。あ、日本のお客さん多いですね。
日本の観光客多いですね。ここ屋台がもうなくなってる？ああ、こう屋台はまだ時間が早いからだと思いますね。そうか、うん、少しは時間が。で、明洞結構久しぶりです。あ、これね、皆さんにちょっと言いたいのが、最近東方神起、あの5人だった時より JYJ がちょっと別で活動して、ユノイの、そしてチェガンチャンミンが別で今東方神起の名前そのまま使ってるけど、なんか噂によると前より人気が上がったっていう。あと最近結構あの韓国の番組にも結構出てますよね。なので今ほとんど、まあ、昔のレジェンドのアイドルと今の BTS が今並んでます。こんな感じで、はい。あと中国のお客さん、あの中国の方々多いですね。これは明洞にあるフォーエバー21です。あれ、これただでもらえたんですか？ただで、日本語でどうですかっていきなり渡されたんで、どうですかって何か。あ、わかんない、なんかお店入ってみたいにちょっとされたんですけど、ちょっとごめんなさいって今逃げたっていうか。じゃあお店の客引きの人から渡されたんですね。そうです、うん、日本人だって分かったんですけど、うん、ただ歩いてただけなんですけど、ただでマスクもらえたんです。あれ、人間の矢印が立ってる。めっちゃウケるね、俺。焼肉、超あんね。あ、本当だ、あそこにある。超あんって書いてますね。얘는누구야？全部日本のお客さんですね。日本のお客さん多いですね、普通に。これは減ったかどうかちょっと分かんないぐらい日本のお客さんは多い。やっぱり BTS 立ってるから入った。またそれもらってる。あ、同じやつ配っているよ。日本語で声かけられる。これさ、全部日本人だよ。日本人多いよね。めっちゃ多い。これ韓国人が逆にいないっていう感じで。じゃあ両替。まずレートを見てみようか。まずこのお店はレートが書いてないね。ちょっとレートが書いてない。ここは書いてないところはちょっと避けましょう。で、中国の団体の方ですね。あ、日本のお客さんはめっちゃ多いですね。で、今、ここの後ろに見えるところが両替の町、まあ、両替できるところ多いんですけど、まずレートが書いてないところはちょっと避けた方がよくて、さっきのところはちょっと避けました。で、今ここら辺であのレートがいいところでちょっと両替をしてみたいと思います。あの明洞の町はすごい綺麗になりました。85、めっちゃよくね。で、こういうところはあの空港に比べたら5、60ウォンぐらいは多分お得だと思うので、空港と値段が結構違う。まだ1万、2万、3万とかになるとどんどんこう変わるので、多分1000円以上差があるかもしれないし、なのでここでやります。はい、감사합니다。こういうね、両替できるところにこういう地図あるから1個あると便利ですね。で、いくらやったの？3万円をやって今いくらになったんですか？ああ、いいですね。で、ここら辺が全部その両替ができるところが集まってます。で、ここハドンガンっていうのが韓国でものすごい有名なんですよ。有名
あのボムタン、めっちゃ有名、量がやばい。でこれ並んで食べるところなんですけど、今どうなってるのかね。あー、ここね、日曜日が休みだから今日は多分やってないね、ここは、うん、休みだから。ユチョンネギメン、ミキユチョンネギメン。そんなに怖い雰囲気じゃないでしょ、日本がある。ロンドンね、うん、全然なんかいつもと一緒、日本の人に対してのそういう敵視する感じとか全くなく、いつものようなお平和な感じですね。とても天気も良くていい感じで、これだ、これチョボ、これこの感じで、これみんな日本人、あのイニシフリの看板って、あの植物って本物って知ってる？あ、本当？あ、本当本当。まず化粧品、これデッサンと日本のブランドでしょ。ブランドですけど、普通に人多いし、結構見てる人多い。こういうところはいつもこう警察がいるので、まあ、治安もそんなに悪くないと思います。日本でも最近ね。すぐこういうところにね、あの交番みたいなところがあります。日本のキャラクターペコちゃんだ。あ、ペコちゃんがいるね。ホリカホリカって日本のブランド？はい、うん、日本語のサービスしてくれるらしい、そう。多くの、あの今観光客が聞いています。ここ化粧品ばっかだよ、ここは。化粧品のブランドこんなに多いの？全部化粧品でしょ？オールマスクストーリー、オールマスクストーリーだから、オールだからあるんじゃない？メディールあるじゃん。メディール。同じ。ちょっと待って。1個325円って書いてて、本当がこう3万ウォンだけど、これが結構。肩のマスクもあるよ。顔が肩に。あった。あ、これも有名ね。あとは？これで終わり。終わり？え？チッチリ系意味は何？クレニックは洗顔、洗顔剤。でかいね、まず。ここで買ったのを免税店で買ったように税金を戻してくれるのがあるけど。今パスポート持ってきてないから、一応こういうのがあるよ。で、日本がまあ中国の次、英語中国すぐ日本語があります。で、一応、韓国初めて来て、なんかいろいろ友達に頼んでプレゼント買ったんですけど、こういうあのマスクストーリーっていうか、いろんなブランドのマスクが全部網羅されていて、選ぶの楽だったですね。値段とかどうだったんですか、今日？結構安かった。そうですね、結構もう日本に進出している器具が多いくて、日本でもちろん買うこともできるんですけど、日本で売ってる値段は日本用として設定している値段なので、結構やっぱり韓国の方が安いんですね。しかも免税もだいたいできるので、皆さん結構、買いたいものがたくさんある場合は韓国来て、で本場で買った方がめちゃめちゃお得かなと思います。あと日本人と今一緒にいるから、結構日本語で話しかけたりもするんですけれども、そうですね、全然いつもの通りもう優しく接してくれて、全然気持ちよく買い物することができました。はい、いかがでしたか。今、半日ぐらい今ちょっと歩いたりして、プレゼントも買ったり、ご飯も食べたりしたんですけど、まず日曜日の今昼っていうのはまだ屋台はやってないっていう感じですね。
あと普通に私から見ると、まあ、東京を出したわけではないんですけど、普通に日本のお客、観光客多い。そうですね、一番多いかな。一番多いと思いますし、まあ、接客とか見たんですけど、逆に前より親切になってるお店が多い気がします。あと値段、あと、まず日本語で声かけてくれるところが多くて、次に反応なければ中国語、店員さんが多くて、プレゼント買うときもインターネット上に載っていたり、こうインスタ映えでこう値段書いてあったりとかっていう値段よりはるかに安かったです。ここが例えば5000円ぐらいのやつがもう3000円だったり、そう、なんか週末特別セールみたいなものもあるから、なので無理やり日本で買わなくても、もし旅行を計画されている方は普通に韓国に来て安心できると思いますので、ここで自分が買いたいものを買ったりする、旅行を、楽しんでもいいんじゃないかなと思います。いかがですか？そうですね、今そうなんかニュースで結構過激な面をピックアップして流しているところあると思うんですけれども、実際来てみたら、そういう不買運動とかっていう雰囲気もなく、結構こっち来て周りの人に聞いてみたんですけど、全然生活してる中そういうの感じないっていう返答が全てでしたね。はい、そうですね。なのでやっぱり周りの情報を参考にするのはいいんですけど、それだけで全てを判断してしまわないように、そう、考えた方がいいのかなと思います。はい、直接来てみたらまた楽しいことがたくさんあると思います。そしてもし不買運動をしたりそれを含有したりしても、それは私は愛国心だと思いません、やる必要もなければ人にそれは強要する必要もないと思います。はい、以上となります。また新しい動画でお会いできるかと思います。皆さん、アンニョン。今日ぴょぴょぎのプレゼントも買ったよ。買いました。バイバイ。